一般的に見たら別に悪くはないんでしょうね。何がダメかというと、これ線がこうめちゃくちゃになっちゃってるんですよ。四角く作るのか曲線で作るのかっていうのがポージングの中で、まあ、私はですけど大事にしてる要素で、まずこの傾いてる頭を戻す、何とも言えない斜めではなく正面もしくは横向くなら向くという、まずはっきりとしたこの分かりやすい位置に戻してあげる、こうまっすぐまっすぐを作ってあげる、何とも言えないラインみたいなじゃなくて、もう絶対ここ何回やってもここ、何回やってもここみたいなところに作ってあげるのが大事です。今すぐ有料会員登録すると14日間無料、気になるダンスバレエ動画を視聴してみてください。アーティストダンスパークでは無料レッスン、ダンスに役立つ知識、映像作品などいろいろな内容を配信してます。ぜひチャンネル登録してね。好きにならずにいられない。